ケイタロケミックス開けていきたいと思います。今日はですね、なんとフィヨルドにバグレベルの恐竜を捕まえることができる、通常野生レベル150以上を大幅に上回った超バグ個体をテイム可能な洞窟があるという情報をトライブメンバーのジョナサン君から教えてもらって、今日は僕も実際に検証していきたいと思っております。通常だとね、捕まえれないレベルがいるということなので、まあ、ロストアイランドでバグレックスやったんだけど、それっぽいやつがいるみたいな感じらしいです。しかもフェロックスっぽい。それはすごく興味深いですね。ということで早速いってみましょう。本日の目次はこちら。1つ目、バグ生物について。2つ目、生息域の確認で、最後にバグ生物手にできんのかいっていうのを実際にやっていきたいと思います。ということで、まず1つ目にバグ生物なんだけど、その何かっていうと、通常だとアークは野生レベルのマックスが150なのね。なので150以上の生物、例えば、まあ、よくあるのがクモとかが、まあ、洞窟とかで200とか300とかで出るけど、あいつらってテイムできないのね。なのでそういったルールのもとアークは作られているんですね。たださっきもちらっと言ったんだけど、まあロスアイランドであったバグレックス300とかでテイムして、で500みたいな感じレベルボーナスで、しかもステータスも100ポイントを目指せるみたいな、1箇所がねテイムしただけで野生個体がっていう、マジでイカれたやばいね個体がロスアイランドで一時期いたんだけど、それと同じような形で、なんとバグったレベルの生物をテイム可能な場所がフィヨルドにも、でまあ多分これ修正されるっぽいような匂いがしてるので、一応現在はいつかっていうと6月23日なので、まあフィヨルドが出たのが6月13とか2とかだっけ、まあそのぐらいなので、まあ1週間ちょい経って10日ぐらい経ってるぐらいなんだけど、まだねあのいるみたいなので、そこを実際に見ていって、まあ高レベルがねいるのは全然ザラなんだけど、まあ白クマのなんか200とか高レベルが洞窟に出るっていうのは、150以上が出るっていうのはまあザラなんだけど、普通なんだけど、それがテームできるっていうのはちょっと話が変わってくるので、なんかオーバーフロー野生個体みたいな感じになってるので、マジでやべえステータスのフェロックスとかがダイエルフとかがテームできる可能性があるということなので、ちょっとねそこを見ていきたいと思っております。ということで、まず生息域の確認をしていきましょう。で洞窟にいるので、まあ多分ね洞窟のその設定がバグってるだけだと思うんだけど、洞窟の場所はここですね、 20.5、8.6 っていう形になります。ここが洞窟の入り口で、この洞窟の中にいっぱい高レベルがいてテイム可能っていう状態らしいです。でここちょっと分かりづらいから、あのね外から見たいんだけど、もう完全にですね、あの左側、あの西側の海岸の雪山、左上の海岸の雪山って感じですね。でまあ左の方なので、まあ、地図で言うと、まあ、あの縦のライン20ぐらいのところに被っている感じかなっていうところで、ね外から見るとああいうねなんかでっかいこうなんかそびえ立つ岩みたいなのが山の上にあって、でその下に行った中腹ぐらい、下まで降りないで中腹ぐらいのところに一応なんかね横穴があるので、そこが洞窟となっております。なのでここに入って見ていきたいと思います。で今日はねちょっと特別にディノトラッカーっていうモッドを用意したので、そのモッドでね周りの生物のレベルとかを一気にね見ることができるので、そのモッドを使いつついろいろね洞窟内のレベルとかテイムできるのかっていうのを見ていきたいと思います。ということで早速バグ生物テイムできるのかいやってみましょう。ということで早速洞窟入ってみましょう。おっと洞窟見込みがちょこっとありまして、で中どうなってんだろう、ちょっと明るくしてみるか。わすごい吹雪いてるね、なんかジェネワンのさあの雪山洞窟みたいな感じかな。フェロックスがいるということは、なんか全然生物いないんだけど、なんか全然生物、え生物いない、え生物いない、えなんか、え生物がいない、どういうことだ、生物がいない、えどうな、えセーバートゥースサーモン、ええなんかバグってるぞこれ、なんか バグってるなんだこれ、おかしいおかしい、ちょっとジノトラッカーで見てみようか、どんな感じだ今ローカルだからかな。ワイルド、あ、ホッキョクグマとかいる、なるほど、あ、200のダイエルフとかいるよ、どこにいるんだ、えこれバグってない、これメッシュしてるもうメッシュしてる、ちょっとゴーストで入ってくね、うわメッシュしてるじゃん、メッシュして水死してるメッシュして水死してる、フェロックス180、いやもう何しとんの、ダイヤルフ190、これこのオーバーレベルのやつをテイムできるかどうかしたいのにメッシュしてる、うわ。ですね、今ですねあのフィヨルドちょっと別問題なんだけど、フィヨルドって実装してまだ10日ぐらいなんだけど、
かなりあのメッシュがひどいのね。なので多分それでメッシュして読み込んだ際に変に読み込まれて、なんか下に行ってる可能性がある。今ちょうどさフィヨルドホーク肩にしてるから、そのなんかダメージ負ったやつがさこう見えるんだよね、死体とか十字架マークで。なんだけどそれが多分下にも見えてるから、多分これささっきのさフェロックスとかがマークになってて、わーこれひどい、これやばいな、これ読み込みをやっちゃうとこういうバグ読み込みがあるっぽいな。マジ？多分洞窟なんで、あの読み込みをもう一回させれば多分大丈夫だと思うから、一回描写切って読み込みをもう一回させますね。で洞窟の特徴っていうのがありまして、洞窟って一回ね、あの全員が描写切ってでもう一回戻ると一応ね再生成すぐしますので、まあ、それで多分ねいけるんじゃないかなという形のあの気がいるかな。とりあえずなんか世界をくるくる回ってきたけど、そろ湧いてたりはしないと。はい、とりあえずいないので、マップ一回消して初期化しました。はい。これやばいぞ、これマジで。もしかしたらロストアイランドの洞窟みたいな感じになってるかも。ロストアイランドってさ、なんか生物がまともになんかさ出てない洞窟が結構多かったりしたから、それもしかしたらパターン入ってるかもしれないので、一応ねまあローカルはマップ初期化できるので一回もマップのデータ消しちゃったわ。マップのデータ消して、で今新しくフィヨルドをローカルで今始めてみました。どういう感じになってるかちょっと試しに入ってみましょう。あ、いるね、いるいるいる、めっちゃおるやんけ、めっちゃいる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 よ、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる、すっごいいる。まずディノトラッカーで現状を見てみますか。どのような形に恐竜がいるかというところですね。ポチッとな。おお、北極熊300、えぐいな。で、ダイヤウルフの280とかがいると。はいはいはい、 OK、 なるほどなるほど、290のダイヤウルフもいると。あ、フェロックス190いるね。 OKOK、 ちょ先にねフェロックスやろうかなと思います。フェロックスは多分ワンチャンさダイヤウルフに食われるかもしれんから、とりあえずさ手当たり次第にフェロックスにさいろいろさあのエレメントをぶん投げて、でテイム値が上がるのかっていうのをやっていきますね。ちょダイヤウルフからやろうかなと思ったんだけど、多分フェロックスさダイヤウルフの攻撃でなんか死ぬかもしれんからワンチャンね。あのさちょっとさっきさ消えちゃったじゃん、あの生物が。だからさ怖くてさ出たくなくてトラップとか作ろうかなと思ったんだけど、とりあえずどんどんさあのこの場でやんないといけないから、どんどんこの場でやっていこうと思ってさできるところを。でとりあえず先にさあのフェロックスエレメント上げてるんだけど、必死にねフリエ使ってみんなあのエレメントの枚数さ、フェロックスレベル1でも150でも一緒なんだけど、280でも一緒だわ、枚数20枚だわ。うん、フェロックスお前万能でクソ強えからよ、お前変身した時のデカフェロックス、お前それがお前280とかの。オッケー、ということはね、とりあえずあとはゆっくりですね、ダイヤルフを寝かせてみたいと思います。さあ、行くぞー。思考300で、手当たり次第、ワンコロ、寝かせていきまーす。行くぞー。でも、ダイヤルフもしテイムできたら、マジで変わるよ、これ。ダイヤルフテイムできるのであれば、マジで世界が変わるから、群れブースとメイトブーストついた時の、やばいのね。まあ、とりあえず、総合火力が。なので、そんな恐ろしい火力の、生物たちを生んでしまうのかという形になるので、こんなオーバーレベルのねダイヤウルフをテイムしてしまったらですね、なのでそこがどのような形になるかっていうのはね気になるところではありますね。こいつらがテイムできるのかいできないのかいというところでね、同じ洞窟のフェロックスがいけるのであればダイヤウルフもこれワンチャンいけるのではないかというね勝手な、思惑というか感じなんですが、まあ、手当たり次第にねこの大量にいるダイヤウルフね全員寝かせていきたいと思います。まあでも全然見るからあれだな、テイムできるやついないな。ガンガンは寝かせてるんだけど、どんな感じになるやろうかね、これね。はい、ということで、多分、とんでもない数のダイヤウルフが今寝てます。さっき言ったやつ全員寝かせました、強力麻酔弾で。見てみてるんだけど、どれもテイム値が、あれ、バーがないので、これ気絶するところに、テイム値のバーがないと無理なんだよね。なので、テイム値のバーがなくて、気絶のやつしかないので、おそらくここのダイヤルフはバグってないっぽいね。うん、
どのダイヤウルフもオーバーレベル関係なく50でもテーム不可能になっておりますので、おそらくなんだけど多分ここら辺はテーム不可になってるんじゃないかなとは思いますね。なぜかね、まあよくわかんないんだけど、そのような形で、まあ、配置されてるっていう感じなのかな。なんかちょっとね、よくわかんないところではあるんですが、じゃあまあ最後に、まあ、フェロックスの再確認でもする？そこに180のフェロックスいるから。180のフェロックスにエレメントでも上げてみますか。ほら、おいでー。180。はい、食べました。昏睡テームはダメだけど、それ以外のテームは、手渡し系は、これもしかしたら、あれが適用できないのかもしれないね。こういった洞窟のオーバーレベル判定が。こいつも190だしな。っていう感じなので、ちなみにここは、あれなのかな？飛行生物入れるのかな？アルゲン出してみようか。アルゲンがもし入れるのであれば、アルゲンで引っ張っていけれるから、非常にね、強いね、ポイントにはなるんですが、適当にアルゲンを出しまして、あ、アルゲン乗れないわ。あー、乗れない乗れない。でもデスモダスは乗れるってオチまさか。まさかですけど、これいつものフィヨルドでデスモダスは乗れるけど洞窟にいる生物出しみたいな無理やり判定でいけるって感じですかね、もしかしてね。あっはいけた。でフェロックスをつかめると、あーということでね、フェロックスをつかんで、外に持ってって、で、トラップに入れてテームしてくださいと。で、フェロックスのトラップはね、別動画作ってるから、それ見てって感じ。動画詳細欄、置いとくね。うん、という感じでした。はい。一応、今回の僕がやった検証としては、フェロックスのオーバーレベルはできたっていうか、多分、法則としては、昏睡テームが無理なんじゃないかなっていう感じ。昏睡テームは無理だけど、手渡しテームは、洞窟のオーバーレベル判定に座れないんじゃないかなという形になっておりますので、まあ、そこがね、まあ、ポイント。めっちゃ寝かせてるダイヤル。っていうところになってくるんじゃないかなと思いますね。で、本日のまとめに関しては、フェロックスはね、オーバーレベルテームできるという形で、ぜひね、みんなもね、こういったやばいレベルのね、恐竜テームできる場所、フィヨルドで見つけたら、ぜひ教えていただければと思いますね。コメント欄お待ちしております。またね、ロスアイランドのバグレックスと一緒で多分修正されていくと思うから、今6月23だから、こっからだんだんね、修正されていくタイミングがいつかなっていう感じになると思いますので、まあ、できるだけ早めにね、オーバーレベルのフェロックスとかテームしに行くと、まあ、お得な感じになるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ公式サーバーはね、なんかレベル400以上とかは強制的に消されるんだっけ？なので、まあ、強い命令だけ引き継ぐとか、そういった答えを作ればいいんじゃないかなと思っておりますね。ということで、本日はフェロックスのオーバーレベルがテームできるのかいというのを試してまいりましたが、今ね、無事180でしたっけ、190でしたっけ、190、80か、が進んでおりますので、問題なく、テームができるという形で、ぜひね、皆さんもね、こういった形で、高レベルのフェロックス、テームしてみてはいかがでしょうか。いやー、やべえな、フェロックスの高レベルは絶対やばいよ、強いから。普通にやばいからね。ということで、皆さんまた次のフィヨルドでお会いしましょう。バイバイ。